現代に蘇った口先女なんですよ、ね、ちょ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 大の鬼を呼び寄せる話ぐらい久しぶりだったんだろう。わぁ何これプレーテックって、それ何なんですか。一般の人も連れてきてる。実験だよ、実験。え、うわぁ、クさん、あれあれ、カッパカッパカッパ、やばい、なになにこれ、なにそう簡単には姿現さねえから。知ってる、絶対に動いてる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 。ああああなんか音しとしました。うわぁ、うわぁ、ではですね、あの送っていただいた映像について詳しくお話を聞かせていただけますか。ちょっとまだ心配だとは思うんだけど、あのちょっととりあえず落ち着いて、あの時の状況をもう一回ちょっと詳しく聞かせてもらいたいんだけど、俺たちで協力できることあったら何でもするからさ。幸いほら、まだ彼女死んでないわけだし、死ぬ気もないわけだし。あの日の夜はここでずっと話してて、でなんか中学生の頃は懐かしいねって話がになって、でなんか暇だから行ってみようかって話になったんです。私撮ってる。うん。やだ、恥ずかしい。それ親のカメラ。うん、暇だからさ、ちょっと盗んできた。暇だよね。暇だよね。だからさ、なんか日記みたいにたまにこうやって撮ろうかなと思って。ほら。暇。暇でーす。暇じね。ね、暇だよ。あ、ねえねえさ、この頃どんなの？学校行ってんの？もう6月？うん。5月ぐらいから1回も行ってない。だって学校面白くないんだもん。1回もか、うん、なんだ、もう時々行ってんのかと思った。行ってないよ、もう全然。あ、じゃああれだ、引きこもりだ。そうです、引きこもりです。引きこもりです。働かざる者食うべからずなんですけど、ナナは偉いよね、ちゃんと働いてるからね。うん、でも誰でもできるけどね、スーパーの店員とか。あー、でも高校行きたかった、私も。でね、交代してください。やだよ、私交代して。働きたくないもん。いいじゃん。働きたくないです。うん、もう何もしたくない。サボりだ、サボり。ねえさ、中学の時楽しかったよね。あー、楽しかったね。うん、みんな仲良かったしね。うん、でもあれでしょ、うん、もうあれほら、学校自体も何もないんでしょ。廃校だもんね。うん、だよね。ね、見に行ったことある？ないよ。あ、ねね、行ってみようか。いやだ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 。あ、ねさ、なんか、うん、誰だっけ、ちゃんとくんだっけかな、うん、なんかこの前なんか入って、うん、3組の教室でやっちゃったらしいよ。マジで。やば。2人とも若いね。廃校怖いじゃん。でも入るとこ聞いたからさ、入れるよ。行こう、面白そうだよ。ええー、行こうよ。私超行きたいんだけど。まあでも他にやることないけどさ。ほらほらほら、これは行くしかないよ。ほら、行きますか。あー、行きましょう。真っ暗だけど行きましょう。上に。行こう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 。行こう行こう行こう。あ、でも真っ暗だからどうする。あれいる？懐中電灯。いらない。じゃあ行けないじゃん。懐中電灯なかったらいけない。じゃあドンキか、ドンキ。いやだもん。ドンキでいいよ。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。行くよ。うわ、真っ暗だね。よかった、懐中電灯買ってきて。ゆりさん、生きてる？うん、怖い。もう今すぐにも帰りたそうな顔してる。帰りたい、帰りたい。あ、ねねてかさ、てかさ、うん、さっきの忘れたんだけど、うん、なんか、廃校になってから変な声聞いた人がいるらしい。うん、怖い怖い、早く行ってよ、そんな先に行って。3キロの前のトイレで、女の子の声がしたって。
ていうかさ、それってあれじゃん、ほらほら、なんだっけなんだっけ、トイの花子さんが出るって噂のとこ、ほら、ナナがさ、3年の時の、あー、なんかあのトイレで私みたいになったらしいけど、うん、なんか全然トイレに行ったことじゃ全く覚えてないんだよね。え、だってほら、なんか気がついたら保健室で気持ちよく目覚めたからさ、だから周りとか襟とかめっちゃ怖がってたけど、私は全然怖くないんだよね。いや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 、私が一番怖いか、その瞬間見てたんだよ、ナナが急にギャーって叫んでさ、いきなり倒れてさ、白目向いて泡吹いて痙攣してたんだよ、ほんと怖かった、あれはマジでやばい、あのトイレは。とかなんか、あの時って二人でツーションしてたんだっけ。まあそんな感じ。あ、肛門肛門、わっ懐かしい。あ、でも入り口明るいね。さ、エリさん開けてください。いや、早く開くかな、わかんない、開くんじゃね。開かなかったらどうするの。ん、開かなかったら飛び越える。これ開けていいの。うん、え、うん、これやばい、音がリアルなんだけど、やばいやばい、あ、開く開く開く、来ましたね、先行って。あー怖い。あー学校懐かしい。懐かしいね。うわー、やばい、こんな怖かったっけこの学校。ほら先行って。え、どっちから入るの、こっち、こっちこっち、あ、こっちから入るらしい、こっちの裏。マジ今本当に驚かせないでね、本当に怖いから。そう、楽しい。あ、なんかやばいやばいなんか足ついた。なんだこれ、あ、あそこだ、あそこ、あそこ、あそこの下、奥、うん、奥奥奥、うわ、やばいやばい、気をつけて、先行って、ここ、そう、取らせてあげるから来てね。はいよ。狭い。早く、早く飲め。わかったわかった。待って。あ、大丈夫？大丈夫。よいしょ。あ、どうだ、痛い。大丈夫？いいよいいよ、オッケーオッケー。よいしょ。見る、見る、見る、見る。早く行って、早く。うわ、真っ暗、やばい。なんでうちの前行くの？早く、早く。あ、やばい、右見えない。え、見えない、見えない。早く、早く、早く。びっくりした。やばくない？右教室でしょ。そう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 。あった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 。うん。はい、エリさん行って。開けて。これ開けるの？うん。早く。多分。君？開く？わかんない。これ閉まってる？なんか揺らしたら開くらしい。あ、開いてきた。開いた？うん。お、やばいやばい。いけるいける。開いた開いた開いた。開いた開いた。オッケーオッケー。あー、やばい、なんか熊。開いた。お、すごい、やばい、え、超怖い、あ、怖い、怖い、本当に怖い、本当に怖い、やばい、なんか全然ね、やばい、やだやだやだ、やばい、怖い、本当に怖い、あ、ちょうど泣いてる、あ、顔がやばい、本当怖い、本当怖い、なんか奥ある？え？これ？聞こえない。嘘。ねえ、もう。え、よし、来なさい、来なさい。懐かしいんだけど。あ、ね、溶け溶け溶け。あ、なんか寒気してきた。いや、手が取れ肌だった。これ階段上がる。階段階段。うん。寒い。うわー、わかるんだけど。ちょっと待って、待って、待って、待って。でも絶対誰かいそうだよね。うん、それもじゃないの、本当に怖いよ。え、もう帰りたい。気をつけて、気をつけて、まあ、超暗い。え、マジでなんか出てきそうなんだけど。あ、ここ、ここ、ここ、ほら、早くしなきゃ後ろから何かついてくるよ。あ、なん
懐かしい。懐かしいね。今なんか落とした？嘘。してないかな。席の席の席。ちょっと。え、どこだったっけ席？私こっち側だった気がする。だからなんかこのくらい席が多かったよねいつも。やばい。痛い。ごめん。ねえ。やばいよ。ごめん。今のわざと。
中で入ってちょっと花子さん遊びみたいなのしてたら変な声が聞こえ始めて、なんかその後にボコボコってなんか水みたいな音がして、出てきたんですよ。でもうその後も2人でも一目散に逃げて、はい、すごく怖かったんで、それはやっぱりあれかな、トイレの花子さんだと思う、トイレの花子さん。それは各地の学校に伝わる都市伝説。学校の3階、誰もいないはずのトイレで、一番手前のトイレからノックして、花子さんいますか？と声をかけていくと、3番目のトイレから、はい。と返事がある。そのドアを開けると、赤いスカートに白いシャツ、おかっぱ頭の女の子花子さんが現れ、トイレに引きずり込むという。このような話を基本形として、さまざまなトイレの花子さんの話が各地に存在する。戦前は川屋神というトイレの神様の民間信仰があり、赤や白の少女の人形や花をトイレに備えて川屋神を祀っていた。それが花子さんが赤と白の服装とされ、花子と呼ばれるようになった原因ではないかという説もある。で、あの次の日にちょっとエリがうちに遊びに来てて、で怖すぎの DVD を見てたんですけど、はい、おお、今びっくりしましたね。びっくりしましたね。びくってしましたね。今。怖い。何でした？どうした？でも昨日撮ったやつの方がさ絶対怖いっしょ。ここにさ、うん、昨日の映像送っちゃおうか。あ、いいね、面白そうね。相当暇つぶしできるよね。ね、このさやばいから絶対さ大丈夫っしょ、守ってくれるっしょ。そうなんだけどさ、うん、投稿したらさうちらがあそこ連れてかなきゃいけないんだ。大丈夫、ね、このおっさんいるもん。なんかこのおっさんが怖い、なんか犯されそう。それ言っちゃうか。ちょっとトイレ、はーい、いってらっしゃい。さて、エリちゃんの音は聞こえるかな。え、何これ、どうしたの？
したのどうしたの。ちゃんの音は聞こえるかな。え？何？何これ？え？え？最初は普通にテレビ見てる感じで、そしたらエリがトイレ行くって言ってたんで、私もその姿エリちょっと撮ってたんですけど、で最初はこっちを映ってたんですよ、うん、でなんかこっちにで映した時にはエリの家になっていて、それ実際そのまあカメラ向けたらそういう風に映ってたわけだよね。その実際肉眼でもそれあれしてんの、確認してる。はい、うん、なんかその空間自体がもうそのものがいるのうちになってて、自分の体がもう完全にそこの家にいるんだ。うん、いましたね。目の前だけじゃなくてもう全部。はい、でも その時はもうびっくりしちゃって、もう何が何だか分かんなかったんですけど、で向こう側見たらエリがいたんですけど、すごく様子がおかしくて、でよく見たらなんかドアノブに紐がくくりつけてあって、でエリが首つってたんですよ。で すごく顔色が悪くて、お父さんたちならなんか何とかしてもらえるんじゃないかなと思って、ちょっと映像を送ってみました。なるほど。まあやばいおっさんだからね、うん、ただまあ強姦はしないよ。はい、強姦しません。それは信じてもらえないんじゃないですかね。まあこういうこと言ってるし、こいつはまず手始めにこいつから言っとくっていう手もある。待ってください。ああなってしまうんじゃないかと思ってすごい怖くて、なんかずっとそのことばっか考えたりしてて、でももう工藤さんと私たちでなんとかするので大丈夫です。私が学校に行かなければよかったんです。いや、ね、もうそういうことはもう考えずに、これからどうするかっていうことだけ考えていきましょうか。うんうん、もう過ぎたことをさ、もう考えてもしょうがないからさ、はい、うん、とりあえずもう絶対さ、あんなことを起こさせないから、絶対、うん、みんなで解決しよう。信頼できる助っ人も呼んでるし、うん、はい、とですね、このあとエリさんのお宅の前でその方とちょっと合流することになってますので、うん、この辺でしたよね。あ、もう面白いが私に。あ、いらっしゃいました。いらっしゃいました。こんにちは。すみません、お待たせして、テレビお電話しました。市川です。じゃあそうしました。今日協力いただきます、霊能者の真壁しおりさんです。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ディレクターの工藤と申します。よろしくお願いします。また魂を置いてきてますね。え、魂
ちょっと心配ですね。魂というのは彼のだけ見えないんですよ。まあそうですね、はい、まあ、人生いろいろありましたので、はい、ただまあ今日は僕のことはいいので、この二人のちょっといろいろ起こったことをちょっと見ていただければと、はい、思っています。そうですね、はい、今日はですね、まずエルサのお宅の方を見ていただいて、その後学校の方に行きます。学校の方はですね、もう事情を事前に説明しておりまして、もう撮影の許可もいただいておりますので、さあ今日の撮影にあたって何か注意点か何かあれば。今日はね、大変なことが起こる予感があります。それでね、エルちゃんね、あなた確かに大変な状況にあるのだけどね、連絡してくれてよかった、早く。なぜなら今なら解決できるから。でも今日がギリギリのリミットだから、皆さんもね、緊張感を失わないように臨んでください。ちょっと電気つけてもいいかな。あ、はい。あ、うん、あの扉ですかね。あの四角い窓があった気がして、うん、はい、うんうん、ちょっとさ、はい、ちょっとさ、はい、ちょっと再現しにようか。ここに紐がついて、こういう状態ですね。はい、もうもたれかかってる感じ、うん、はい、私はもうここから見えちゃうね、うんうん、はい、実際ちょっと出しろすか。そうですね、こういう感じだと思います。あ、こんな感じ、あ、そうです、こんな感じで、こんな感じですね、はい、はい、この家は詳しいのかな。結構 昔からよく遊び来たりとかして、はい、じゃあもう完全にもうこれはもう分かってるわけです。すぐに分かりました、ね、すぐ分かったんだ。あ、なんかさ、聞いたことないお父さんとかお母さんに、なんかこの家昔なんかあったとか、なんか実はこういう疑惑があったんだよみたいな話は聞いたことない。ないですね、うん、先生なんか感じません？この部屋とか、うん、この家に何かがあるわけではないですね。先生、なんかこの家だけじゃなくて、この周りの地域がとか土地がとかっていうことも特には、うん、ないですね、うん、じゃあ別に今後この家に別に普通に生活していく分には、うん、問題ないです。問題ない、はい、うん、なるほど。じゃあやっぱり学校、うん、そうですね、早い方が。あ、本当ですか、うん、じゃあもう行きましょうか。はい、じゃあちょっと行っとくか。
ームで上がっていったの。はい、あの裏からちょっと入れるところあるんで、あそこから入ってきます。何か感じますか？ここは廃校になってよかったですね。というのは？違う世界とつながりつつある場所です。違う世界。今でも生徒が通っていたらもっといろいろなことが起きたと思いますよ。そうならないように神がこちら側の世界を操作してくれたんでしょう。トイレの花子さんっていうのはね、我々が触れてはいけない向こう側の世界に触れてしまった女の子なんです。それが向こう側の存在と結びついて人間を襲うようになった。向こう側って何ですか？あなたは分かっているはずです。気づいていないというのなら、それは忘れているだけです。けれどそれはとても恐ろしいことだから、忘れていた方がいいでしょう。あなたは行ったことがあるし、また行くことになる。この仕事をしているのも運命の流れですね。ちょっとわかんないですね。わかんねえな。わかんない。先生、なんか見えんの？なんか見えんだったらちょっと教えてほしいんだよ。何が見えるの？私がそれを話すことを神に許されていません。神？なんだ神って。神はね、大きな流れです。私たちはその中の粒子に過ぎません。そして向こう側の世界からその流れを大きく変えようとするものが徐々にこちら側に入ってきています。わかんねえわ。わかんねえ。ちょ、何が見えるのか教えてほしい。あなたは一つだけ気づいていることがありますね。まだ誰にも話していない。そのことを話してくれたら、私が知っていることは全て教えましょう。けれど、まずは今回のことに決着をつけましょう。全てはそれが終わってから。ね。分かった。行こう。はい。じゃあ、したらですね、上が昇降口なんですけど、今あちらちょっと封鎖されてるので、今日はこちらの扉から入ってきます。鍵はもう事前にいただいてるので、どうぞ。が1階 で2階から教室があって、であのトイレは3階にあります。はい、はい、では皆さん私から離れないようについてきてください。はい。どうもです。それとセンターの会社だそうで、うんとえ、話をしたの？なんかシャトっぽいこと聞こえましたけど。さ、ここ俺たち以外管理人とかいいの？いや、いないです。先生、今。ノーマクセラバタラバティヤクセラバタケイカクセラバタタラセンバマハラティヤクセラバタタブンテラタカマ。うん。
どっから聞こえました私。うんとらたかもな。えい！え？椅子？え？椅子？これ廃墟の時のやつじゃねえのこれ。そうですよね、この花びらの花びらとさ、世界と繋がっています。時間も空間もねじ曲がっています。あいつら、ちょっと、あいつら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 、今ここは時間と空間がぐちゃぐちゃになってます。いいから早く。脳も下満山さんの生活の存在打ったあたかま。脳も下満山さんの打ったあたかま。オンキーキー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 。時間もジャンプしたんです。ジャンプ、はい、とにかく急ぎましょう。時間にジャンプしたんですね。あれは今の声じゃありません。どういうことですか。過去の声が聞こえています。過去の声。先生、先生さ、まだ間に合うじゃないか。もしかして何のことですか。あのさ、この先生な、過去とか未来とかいけんだよ。あのさ、空間と時間がごちゃごちゃしてるときはいけんだって。この先生書いた本の俺読んだんだよ。ああ、それで人助けたこともあるんだよなあ。あれ嘘じゃねえよな先生な。嘘じゃねえよな。本当です。じゃあ行くしかねえだろ。けど関わった人は全員行かないといけません。行くに決まってんじゃねえかよ。全員行くよなあ田代。行くだろ。おい、世界初、史上初のタイムスリップの映像撮れるかもしんねえんだぞ。なあ、おい、市川、行くだろ。なあ、当然行くよな。おい、あの子聞こえねえのか、お前。え？あの子助けたくねえのかよ。私は行きます。行くよな、つってんだよ。はい、エリちゃん助けられるなら。あ、先生、全員行くよ。わかりました。わかりました。やってみるから、興奮しないでください。はい。もし失敗したら、時空の狭間に取り残されて、本当の地獄を見ます。はい、先生、行こう、行こうか。分かりました、行きましょう。はい、行こう。どうですか。
トイレですか？ここトイレ。ここ。はい。おんき。おんき。あ、声が。エリさん。エリさん。おい。おい。エリさん。おい、一か、ちょっと。いやですよ、工藤さん、いてください。いや、いやです、静かに。どうも、すばらたけけいらっしゃる。おじけいらっしゃる時のミントだったかも。ミントだったかも。さっきも3階で見かけたのあれやっぱあ俺たちあれはとっても危険でした。37分分かった。37分日にちちょっと待って日にち8月15日今日、はい、終戦記念日、はいはい、あごめんあのさ今日はさあの何月何日だっけ。あちょっと忙しすぎて、はあはあ、え8月14日嘘だって今日終戦記念日じゃないの。え嘘ちょっともうちょっとちゃんと確認してよ。本当に分かった。ああ大丈夫大丈夫。はい、はい、じゃあね8月14日ってなりますね。あ昨日じゃねえかよ。戻りすぎたよ。本当に昨日なんですか。分かんないですけど。ここに来たの？おい、何のためだよ。ママさん、どうしましょう先生。もう行きましたね。行きました。はい、もう行きませんね。じゃあとにかく戻りましょう。戻りますか。トイレ戻ります。トイレいい。はい。皆さんあの思い出してイメージしてください。あの時の3時頃の日差しけど、それより前は私たち自身と会うから危険です。だったらどうなるんですか。危険にはありませんけど、私たちの中の誰かが消えるかもしれないからとにかく避けてください。消えんのマジで。ノーマクさんもだ。どうぞどうぞどうぞ。ああ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 あ。夜になってしまいましたね。何気持ちを一つにしてイメージしないとダメなんですよ。とにかく行ってみましょう。はい。エリちゃん、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 ちょっと出て。もう出た後です。エリちゃんの家連れてって。はい。早く行きましょう。はい。ね、おい、石川。はい。おい、おい、お前お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。はい。お兄ちゃん。
嘘、時間と秘密聞いたって。え、ごめん、ちょっと忙しくて、ちょっとメモ帳の記者さん、僕からしてて。分かった、はい、はい、はい、じゃあね、はい。8月15日の7時3分です。8月15日、7時3分。はい。工藤さん、ちょっと明かりつけます。いいよ。車の時計な、はい、7時4分思いますかね。間違いないです。行くしかねえだろ。はい、とりあえず坂降り来たら左です。すぐ近くです。急ぎましょう。急ぎましょう。急ぎましょう。エリア大丈夫なんですよね先生。私後ろ見ます。大丈夫ですか。ちょっと見れる後ろ。はい、全然見えないんだよ。ほら、おい、奈々ちゃん。奈々。はい。お前昨日何で学校行ったんだよ。家のことか。お前何か隠してんのかお前。絵にか死んでもいいのかよ、やろ。あ、それでも何だお前。あ、お前殺そうとしてんのか。そんなことない、市川さん。正直に話した方がいいです。工藤さんたちが悪いから。前の怖すぎ見たならわかるでしょ。私だってどうして奈々さんが昨日あの場所にいたのか知りたいです。おい、それおかしいだろ。今日取材に来るの分かっててよ。あ、なんでお前来る必要あったんだよ。ほら、ちょっと下見に。はぁ、ふざけないでちゃんと言いなさい。この状況で隠すってことは何かあるってことでしょう。はっきり言いなさい、奈々さん。奈々さん、奈良さん、もういいです。出たら左だろ。左です。ああ、道ですね、これ。死んじゃねえよ、はっきり言えよ。どこから左少し行ったらっていうのは。もう少しです。もう少し、そのまま真っすぐ行ってね。どこ、ここもう少しです。まだ先、はい、左だよ。はい、あれ左だよね。その左です。もうすぐです。大丈夫だ。あ、そうだ、この道。あ、そうだそうだ、この道、この道、これですよね。この道、これです。これの、あれ右手、右側だよな。はい、右です。あと通りより、あ、あれ、あれじゃないですか。あ、あれだ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 、これだ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 。じゃあ俺の準備しといて。はい、もう着くからな。はい、
突っ込むよ。あ、この前に。はい、うん、じゃあもうみんなすぐ降りるからね。はい、はい、
花子さんが出るっていうあのトイレにヘリを閉じ込めて服を全部脱いで裸になったら出してあげるって言ってその時何が起きたの？ヘリずっと泣いてたけど急に静かになって声かけても返事がなくてそしたら縛ってたドアがバンって開いて中から出てきたのはエリじゃなくておかっぱの女の子でいきなり首を絞められてその後はなんか暗くてドロドロとした場所にいてその時にエリのやめて連れて行かないでって声が聞こえて抱き上げてくれた気がついたらトイレの床にいてエリが私を抱きしめてたエリさんが助けてくれたんですねはいそれから私エリのこといじめなくなったけどあの頃のことごめんねって謝ったこともないし助けてくれてありがとうなんて言ったこともなくてそれなのにエリ私がしてきたことを私がしてきたことを言ったことも口に出したこともないし責めたこともなくて学校に行こうって言ったのも私がしてきたこと怒ってほしくてでもダメだったそれどころかエリがだから昨日はエリの代わりに私を殺してって花子さんにお願いしに行ったんですこれどうなったんだよ花子さんは出てこなかったあのね向こう側の世界は奈々ちゃんではなくエリちゃんを求めているの彼女は特別な力を持っているから未来が見えたのも彼女のおかげです正直に話してくれてありがとう彼女に伝えたいことちゃんと伝えなさいはいこれできっと次はうまくいきます先生さもうさ俺もう一人の俺たちに会うとか会わないともう関係ねえからさあれよりももうちょっと 前の時間飛ぶような気持ちでさ行こうやそうですねうんください。え？車を止めてください。いいですか。止めてください。いいですか。車から降りて。早く。いいです。早く。何ですか。手をつないで。早く。手をつないで。早く。私電話ってことは今日8月15日だよねそうだよねよかったごめん変なこと聞いてさちょっともう一個確認なんだけどちょっと時計壊れててまた時間教えてくれないかな2時48分ね今多分ちょうど中にいる時だと思いますあれ急がんエリの車に着くとここで
エリちゃん捕まえて、うん、元の私たちがいなくなれば元通りになるはずです。はいはいはい。ちょ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 っと待って。鉢合わせんじゃないよ、こっちは。鉢合わせん。向こうかよ、向こうか。はい。
ちゃんは大丈夫です。よかった。外に出ましょう。はい。ああ、石川さん、石川。あの、時間聞いて、ちょっと待って。はい。すいません、あの、でも、さっき電話したときに、もう一回かけたって言ってなかったんですけど、歴史を変えるかもしれないからやめた方がいいです。マジで？そうか。わかりました。したら、時報かけるの。はい。あ、じゃあ日付は天井方にいいんじゃない？わかりました。じゃあ私、あの時報かけるので、工藤さん。うん。あれ、天気予報何番？177です。午後3時6分、ちょうどお知らせします。静岡地方気象台発表の8月15日、午後1時30分現在の気象情報を示します。あ、車乗ります。よかった。よし、戻った。よかった。よし、よし。田代。はい。あ、これ今回マジすっげーの撮れたの。これそうですね。これやばいよ、マジで。これはマジでやばい。はい。ハマちゃん、エリちゃんに言うことがあるんでしょう。はい。エリ、ずっと言わなきゃって思ってたこと言うね。あの、中学の時ひどいことしてごめん。トイレの時も私全然覚えてないとか言ってたけど、本当はすごいひどいことしたって覚えてて、本当にごめんなさい。それと助けてくれてありがとう。あんなひどいことしたのにずっと仲良くしてくれてありがとう。でも私怒ってほしかったんだよ。あの時怒ったでしょ。嫌だったでしょ。嫌なこともあったけど、今は友達でいてくれて嬉しい。ありがとうって思うよ。私のこと叩いて、思いっきり。エリーもうこれでエリさんは大丈夫なんですか？ないよ。けれど、一度決まりかけた流れを変えた以上、代わりの誰かの命が失われるかもしれません。うん、まあでも全員揃ってるしさ、戻ってきてるし大丈夫なんじゃねえの？ね、先生、あの例のこと話すわ。そうでした。俺が気づいてるのは、もう家を止めて。はい。